バリサン TV! バリサン TV! ありがとうございます。すごかったですね、ツイッター。ちょっと度肝抜かれました ね。あまり動かないと言われる、この収録どうしますってしか基本動かないと言われる LINE、グループが動きました、ね、あのハイスタンダードのね、アンバさんがちょっとバリサン TV でね、ハイスタンダードのライブがあるときは、ぜひちょっとライブのね、感想っていうんですか、リポートみたいなのしてほしいなみたいなのつぶやいてくださってね、いやちょっと嬉しいですね。だってやっぱユッティさん詳しいからさ、やっぱああ言われて、でも光栄じゃない。いや光栄光栄、光栄だけど、芸人一のさ、いやそれめちゃくちゃ嬉しいよ、めちゃくちゃ嬉しいけどさ、そのいざじゃあライブリポートしてくださいって言ったらめちゃめちゃ緊張しない？俺行きたくない。緊張するでしょ。怖いよやっぱちょっと。俺多分10分の動画だとするじゃん、まあ、こんなライブでしたみたいな、ライブリポート、7分ぐらいやべえっつってる。やべえやべえっつって。そうだよね、南波さんいて、健さんいてなんて言ったらね。いやそうだよ、まあ僕らの時代のパンクロックヒーローですからね。そうなんですよ、スタンダードの。まあ本当にさ、ストリートをさ、ね、あのカルチャー的なの作った人じゃない。いや本当よ、ね、その方がね、名指しでちょっとやってほしいなって言われたらね、すごいよね。ちょっとさ、緊張したかったよね。本当だね、もうバリさん畳んでもいいぐらいだね。もうちょいやりません。一応届いたじゃない、トップに。トップにね。それはすごいよね。僕らの90年代 の、 あのバンド界の、僕らで言う、僕らが思うトップ、トップ、方には届いてるっていうことですか。だってケンさんはなんかさ、若ちこ若ちこみたいなやってなかった。いやなんかそれコメントで書いてあったね。コメントで書いてあったんだっけ。なんかコメントに書いてあったんだっけ。なんかあったよね、なんか言う、これのコメントかなんかで、雑誌の新しいアルバムのインタビューで若ちこ若ちこ言ってましたよ。だから多分さ、ハイスターのさ、説明とかユッティさんするじゃない、で多分それに近いタイミングでやってくれてたような気がするんだよね。あ、本当、あ、じゃあちょっともしかしたら気づいてくれてはいるのかもしれない、ね、で俺思ったんだけど、何、あのハイスターのあの面々がね、そうやってさ OK 出してるってことはさ、あれだよね、もういいよね、ハイスターについて語ってもね、なかなか難しいじゃん、ハイスターダーリンさついて語るのもさ。いやでも語ってるじゃん、アルバムを。あ、だからそれをだからもう堂々とワッとさ、あ、もうちょっと僕らは、そう、OK もらってますよ、的な。そうそうそう、だからもう、言ったらもう公認ですよみたいなところになってんじゃない。いやー、怒られるか。公認はやばいな。そう、モノマネ芸人が公認じゃないのに、ちょっとやっちゃってる。岡田マネチカが岡田勝美かってモノマネしてるさ。日中郎さん本人はってことないっていう、ね。ないっていうもんね、日中郎もね。だから何言われるか分かんないけど、ね、多分ね。保存在は多分知ってるけどっていう。いい風に思ってるか悪い風に思ってるかはまだ分かんない。そう、でもそれいい風に思ってくれてんじゃない。あ、そのね、南波さんは特にね、いやそれはありがたいですよ。すごいよ。いやそれもこれもだから常さんのおかげだっていうことだよね。まあね、ありがたいよ、常さんと仲良くなってこうやっていろんな方と仲良くさせてもらってるわけだから。確かにね、あの世代の人仲良い人多いもんね、ユッティさんね。いやそうよ、ありがたいよ、本当に。昔だから林さんとか動いてない時に常さんとトークライブやってたから。ベロベロになった、ね、今考えてもちょっとすごいことだよね。よく出てくれたよね。いや本当だよ、まあ、ベロベロだったけど火燃やしてたけどね。まあだからちょっとハイスタンダードもね、今、ファーストのだからファット版まで来てるので、ちょっとずつ僕ちょっとやっていきましょう。そうね、まあ、次多分ねあれなんだよ、シークレットマインドの、あの7インチかな、次。あ、7インチなんだ。あのマネーチェンジャーの白いやつ ね、 やつね。でもすぐ白の後さ、すぐさ赤のやつ出たよね、確か。赤のクリスマスのやつ。そうそう、クリスマスのやつ。それでセカンドだったんじゃねえか。そう、それ順番でやっていくってことだね。あれはキッスのさ感じでやってたよ、ね、あれキッズ・アオン・ライトもあれセカンドのファット版には入ってる、確か。じゃあもう前に出てる。いや、わからん。もう、あの、公認って言われてるのすでに順番わかんない。いや、でも、これは良くないよ。良くなくない。大丈夫。うん、やっぱやりましょう。やりましょう。順番ちゃんと調べてね。はい。今回は、あれですね。
ね、フェスにね、また2つ、はい、呼んでいただいて、まあ、出ることになりましたよっていうちょっと告知がてら、まず1つ目はですね、はい、です7月ですね、うん、7月の2021かな2021ですかね、はい、土日で、はい、まあ、これは恒例になってきましたね、レギュラー化してる、ありがとうございます、焼肉ロックフェス、いえ、はい、焼肉ロックフェス、はい、2年連続ですか、これ、はい、3年あ3年じゃない3年連続で出てるのか、すごい、マリさんとしてもありがたいね、うん、そう、ちょっとライオンヘッドの2人のメンバーに申し訳ないですね、ちょっと、ね、でもライオンヘッドもちゃんと出てますよ、うん、あ、本当ですか、今回はよかったよかった、ちょっとね、今回の DJ やるんですか、ね、そうです、うん、2日間 DJ です、2日間 DJ をやって、それで今回10周年なんでしょう、10周年なんかメンバー豪華だもんね、いやすごいよ、だって、うん、まだあのタイムテーブルとかは発表されてないけど、はい、うん、あれですよ、僕ら1日目あれですよ、初日、あの初日ジュンスカ出ますよ、うん、そうなの、うん、え、見たい、ジュンスカ出るんですよ、ジュンスカってそれこそスタートとかやってくれるのやってくれるでしょ、あの頃ベストバブみたいなのやってくれるのはちょっと見たいな、出てくれないかな、お前さんさすごいですよね、ロットングラフティ1日目はロットングラフティ発、はい、クロスフェイス、あ、クロスフェイス、で、グリムスパンキー、うんうん、これはなんか飯田のアーティストらしい、ね、そうなの、うん、飯田出身、地元のね、うん、ニッチローみたいなもんね、そう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 、ニッチローとグリムスパンキーがもう一緒ね、うんうんうん、一緒そうね、一緒と言っていいでしょう、あ、オッケーです、うんうん、グリムスパンキーさん、まだ G も出ます、シャドウ、あ、ジェフルーね、敏郎さん出るんですよ、あれ敏郎先生で、敏郎先生で、そうですか、これは夜が長そうですね、長そうですよ、敏郎さん、あ、敏郎先生いますか、で、チェリコ、あ、チェリコもいるんだ、あ、モノマネ、あ、びっくりした、俺、小沢明子さんがあのボンベタイムとか、トイートね、違う、可能性があるよね、違うんです ね、 すね、小沢明子さんもモノマネの方、モノマネの方、ね、あ、そうなんだ、で、まあまあ、で、2日目は、イチローもね、うん、2日間地元の星がね、出たり、うん、あと2日目は金太郎、あ、金太郎出た、大の字さん、あ、大の字、うん、そんで、シム出ますよ、今回、お、ヘイスミ、シャンク、山嵐、すごいメンツだ、ね、すごいな、通信中、フォーマレ、エンス、あ、すごい、グッフォー、ディジ、ロコフランク、あ、で、ジェシーは単品でも出たんですね、あ、そうなの、うん、アコギかな、うん、ボーンズで前日出て、ジェシー出て、うん、で、ケンケンも来ますね、中村達也さんと、まあ、あれ、東京ナンバーワンサンセット出るじゃないですか、うん、出ますね、ちょっとね、僕ね、お二人はね、はい、ちゃんとおしゃべりできるんですよ、あら、すごいじゃん、そうなんですよ、出てくれるかな、ああ、ちょっとアホなふりしていけるよ、俺は、まあ、いけるよ、アホなふりしてこれでも去年は撮ってないですからね、去年撮ってない、今年なんかどうなったか撮りたいですね、撮りたいね、だから、まあ、2日間はさすがにあれだけど、どっちかちょっと瞬間来てもらって、うん、ね、まあそうね、ね、なんか どなたかちょっと先に言っといてね、うん、ちょっと俺、としみさん出てくんないかな、すごいね、東京ナンバーワンソロセットのね、としみさん、としみさんは僕はね、僕はネタで出てて、としみさんはね、こう、うん、音楽で出てて、まあまあベロベロのとしみさん、言って面白いなぁ可能性全然面白い、普通でちょっと1時間ぐらい伸ばしてもらって、うん、それだからちょっとめちゃめちゃ優しかったんで、あ、いいです、あ、めちゃめちゃ面白い話してくれますよ、飲んでると、あら、前の奥さんの話とかそれできる、 YouTube に上げられるの、いや、どうなんだろうな、あれですね、それを言ってもとしろうさんもいるのにとしろうさんには触れないですね、いや、としろうさんさ、でもとしろうさん会うたびにさ、あの YouTube 出してよって言ってくる、ああ、くるからさ、マジで出てくれますよってさ、たぶん本気で出てくれって言ったら、まあ、出てはくれるけど、まあね、ちょっと最後の俺は最後のね、この本当に最後のこのこう鬼がこうボーって立ってるような感じだから、まあじゃあ敏郎さんが出るのが最終回かもしれないですね、バリさんの、そうかもね、うん、なるほど、敏郎さんで一回ゴールだから、まあ、そこはまた1に戻るっていう、うん、またあのミラクル光を呼んで同じような話処女捨てた話しようって2回聞きたくないでしょそう、まあまあ、うん、でもまあ本当に力入れてる10周年なんでね、すごいね、10周年だ、うん、まあ、僕らもね盛り上げたいと思いますよ、はい、ぜひ、うん、そして9月、はい、9月
これはすごいですね。8月は誰も呼んでくれなかったんですね。呼んでくれなかった、ね。8月まだ空いてますよ。空いてますよ。これ見てる関係者の皆さん。よろしくお願いします。こんぐらい上げ時間を埋めてな、10分ぐらいっていう時にね、呼んでいただけるんで、うん、ぜひ、うん。ぜひ行きますんで。よろしくお願いします。ただ、ね、もじゃさんもバスケの MC、うん、僕の地方の営業、土日入ってる可能性は、うん。まあまあありますからね。うん、それはちょっと大外に、要素だと思って。さあ、そして、なんと、うん、山人音楽祭2024。ありがとうございます、モテキさん。いやすごいね。これはね、ユッティ&バリさん TV という感じで、はい、僕がね、チラッとネタやって、うんうん、バリさんで DJ やるやろうかっていう、うん、これもメンツすごいっすね。また大の字一緒だね。大の字一緒っすね、うん、ハスキン出たり、ドラゴン足出たりね。ハスキンね、この前ね、うん、ね、いつだったっけな、仙台行ったんですよ、営業で、うんうん、仙台行くとき、東京駅で磯部さんって、たまたまで、あーお疲れ様っすってさ、お仕事って言って、あーそうです、仙台行くんですよっつって、一応ヤマミとご一緒するのでお願いしますって言ってたら、うん、分かったって言って分かってくれてるんだね。分かってくれてた、うん、いやいや、まあメンツもすごいっすよ。すごいね、うん、まあ、エンス、シャドウズ、シャンクとか一緒っすね。緊張してるな、うん、これモロハ一緒だもんね、うん、モロハちょっと見たいね。見たいね。ああ、イチさんも一緒ですよ。ああ、イチこそ一緒。で、またの。あ、ちょっとあなたの好きなハワイアンシックス一緒じゃないですか。いいですね。見ちゃうでしょ。見ちゃいたいですね。かぶれないかな。え？かぶらないかな。なんで、なん、まあね、かぶったらしょうがないけどね。かぶったらしょうがないよ。サンボマスター、おとぼけビーバー。おとぼけビーバーいいですね。見たいな、一番。おとぼけビーバーね、熱いフェスでちょっと見たくて見たんですよ。今日よかった。めちゃめちゃかっこよかった。あら。なんか、この前、おとぼけビーバーがどっかのフェスで出て、うん、どこだっか忘れちゃったけど、なんか X で流れてきたの、うん、ちょっと私たちそんな、わからない、これ合ってるかどうかわからないですよ、うん、ちょ MC でちょっと私たちあんなフェス向けのバンドじゃないんですけど、うん、ね、外でやるようなじゃないですよ、今回これで、その次またもう一個フェス呼ばれてまして、もう一個がグランベリーなんですよっていうボケをしてたっていう急にマウントを取るっていうボケをしてね、いや面白いなと思ってね、若いですね、めちゃめちゃかっこよかった、うん、あとエンス最近いろいろかっこいいかっこいいってみんなに言われて、うん、で聞くようにしたんで、エンスかっこいいっすね。かっこいいですか、どういう系なんですか。なんか今っぽい音って言えばいいのかな、なんかだからすさしとか、うん、なんかいろんな音が混ざってるけど、うん、ちょっとメロディックな感じもあってみたいな、うん、焼肉も一緒でしょ、一緒で、ぜひ絶対出てこねえかなエンス若いから出てくれるかもしれない、ね、なんで若いと出てくれるの。ちょっとよくわかんないですよ、ノリが良さそうじゃん。だからシャンクとかディジーとかみたいにノリがいい感じ。ああ、明るい感じ、明るいんじゃない、結構演奏。知らないでしょ、明るいんじゃないでしょ。あ、でも、インタビューと。あ、ほんと明るかった、明るかった。あ、じゃあいいね、うん、ちょっと演奏すごい、昨日もなんかウエストで。ほんと、うん、でもやっぱり僕らの時代ハスキンちょっと出てほしいですよね。いや、出てほしいよ。あ、ハスキンはちょっと一度ちゃんとお話ししたいな、エアジェムの取り前ですからね。あ、聞きたいな話、ちゃんとね、うん、お話ししてくれそうですもん ね。いやでもなかなかね、ここも取れたらいいですね。ここも取れればいいです。ここも2日間あるんでしょ。2日間ですよ。僕ら2日間出るんですか。いや、あとね、どうなんだろう、それがね、まだ分からない。あ、まだ分からないです。2日空いてますよっていうので、一応どっちでも行けますよという提示をしてるんですね。テンフィートも出ますし。テンフィートも出るの。はい、ドラゴンアッシュ。ドラゴンアッシュ出てますね。豪華ですね。豪華ですよ。あ、その中に入れていただいてるんですね。バリさん TV の横がローワイ9013ですね、写真。とんでもないことになりますね。すいません、申し訳ないです、本当に市川さん。よろしくお願いします。これもね、絶賛まだチケット売ってると思いますので、はい、ぜひ9月の21、22。日本。距離がやばいですね、携帯の。これ横で撮ってあげてください、ちょっと。いや、もう老眼の距離ですね。日本。え、これで見れない？これは？もう全然見えない。これ何回もやってるじゃん。まあね、これもうこのぐらい本当に。ああ、そう、うん。トーターグリーンドーム前橋。うん。うん、前橋のね、グリーンドームってことね。はい。はい、やりますんで、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。ちょっとだから出方が違うんだね。バリ焼肉だとバリさんで出ますけど、はい、こちらとユキティ&バリさん TV。僕はチラッとネタをやって、その後 DJ。はい、
ましたよ。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。すいません。ということで7月9月とフェスに出れますという告知でございました。8月関係者の皆さん待ってますよ。お待ちしております。まだまだ全然お待ちしております、はい、よろしくお願いします。というわけで、登録番組登録いいねよろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。